2月3日、多くの寺院などで豆まきが催されるこの日、平泉でも節分行事が執り行われました。各国の岩や毘沙門堂では節分会として法要の後に豆まきが行われました。毘沙門堂の舞台から用意された75キロの豆を力いっぱいに巻き切った参加者たち、また厄年の男女と年男年女が使った小金のマスは2升5合、つまり2つと半分のマスでますます繁盛。縁起の良い行事です。節分とは本来季節の変わり目を意味し、立春、立夏、立秋、立冬の前日を言います。しかし春は1年の始まりと考えられていたため、立春の前日を指す言葉へ変化していきました。また豆は豆、魔を滅するという意味に通じることから節分で使われるようになったのです。そして中尊寺では醍醐巻き等の後、山田貫主のお言葉、地元の園児たちによる豆まきと続く大節分会が行われました。元小結高見盛りの振り分け親方は2009年から参加。毎年この行事では大相撲の関取が招待されています。そして厄年の男女と年男年女が参加するおまきの儀、参加者は振り分け親方とともに厄を払い福を呼びました。今年も大勢の人でにぎわった大節分会は中尊寺の恒例行事。また参加者には中尊寺伝承の御符豆大師が授与されました。中尊寺で豆大師が受けられるのはこの日だけです。平泉は新たな春を迎え入れる準備ができました。